スザンヌ・ファレルと共に自身の振付によるドン・キホーテを踊るバランシン・ジョージ・バランシンはロシア出身のバレエダンサー、振付屋である。本名はギオルギ・バランチバーゼ。サンクトペテルブルクの提出劇場でダンサーをしていたが10月革命後の混乱の中でソ連から亡命。バレエリュスの振付家として活動した後、渡米してニューヨークシティバレエ団を設立した。 バランシンは19世紀に確立されたクラシックバレエから物語性を廃し、純粋な体の動きを追求した作品を生み出したことにより20世紀のバレエに多大な影響を与えた。1904年、サンクトペテルブルクのグルジア人の家庭に生まれる。父親はグルジア国民学派のオペラ作曲家メリトン・バランチバーゼ。弟アンドリア・バランチバーゼも作曲家で、 バランシン自身もいくつか商品を作曲している。バランシン1921年にペテルブルクの旧定室バレエ学校を卒業し、1924年までマリーンスキー劇場にバレエダンサーとして出演。1923年にペトログラード音楽院を卒業する。この頃、定室バレエ学校の教え子であったタマーラ、ゼベルジェイエワと最初の結婚をするが、 九百二十六年に離婚。徒米後に三回結婚しているが、いずれも離婚し子供は儲けなかった。九百二十四年に小さなバレエ団を作ってソ連を去り、西欧ツアーを観光する。ロンドンでセルゲー・ディアギレフに認められ、壊れてバレエリュスに加わった。膝関節の故障により、ダンサーとしてのキャリアは終わったが、バレエマスター兼主席振付家として、 ディアギレフの下で5年間の実りある活動を行った。この頃生み出された作品にアポロ、宝刀息子がある。ストラビンスキーとの付き合いもこの時期から始まった。ディアギレフの死後はパリオペラザバレエのバレエマスター就任を依頼されたが、結核のためにこれを受けることができず、回復後にデンマーク王立バレエ団のバレエマスターを経てバレエリュスド・モンテカルロの旗上げに参加。ここで、 タマーラ・トゥマーノワの才能を発掘した。1933年、パトロンのリンカーン・カースティンに説得されて、バレエ団を設立するために渡米した。バランシンはまず学校を作ることが優先であるととき、アメリカンバレエ学校を設立した。2年後の1935年、その卒業生からなるアメリカンバレエを発足させた。ダンサーを指導するバランシン1946年に、 バレエ協会を設立。これは、現在のニューヨークシティバレエ団となる。1954年の、くるみ割人形公演によって、米国でもクリスマスにこの作品を取り上げることが、習慣となった。ミュージカルや映画、テレビ番組でも振り付けを担当、リチャード・ロジャーズや、バーノン・デュークらに協力した。一方で、バレエリュス以来のストラビンスキーとの協力関係は、続き、カルタ遊び。 オルフェウス、アゴンが作られた。また、舞踊音楽として作曲されていない、気楽曲への振り付けもいった。1978年、舞踊中にバランスを失い、その後に、体の安定、視力、聴力が衰え始める。1982年までに活動不能に陥った。1983年に79歳で他界した。存命中はバランシンが、 政権に同意しなかったため病は謎のままだったが解剖の結果それがクロイツフェルトヤコブ病と判明した。コンチェルトバロッコの上演、テーマとバリエーションの上演バランシンは生涯で400以上の作品を振り付けたが、その多くは物語のないプロットレスバレエである。19世紀に確立されたクラシックバレエが物語を伴っていたのに対し、バランシンは クラシックバレエの舞踊技術を継承しつつも独自に発展させ、ダンサーの体の動きによって音楽そのものを表現する、いわば音楽の視覚化を試みた。このようなバランシンの作品は20世紀バレエにおける重要な変革であり、クラシックバレエの純粋化を図ったという点で、新古典主義とも呼称される。主な振付作品は以下の通りである。 ロシアで用いられていたユリウス歴では1月9日。クレインホカ、P394 から395、テーパー、ピアニッシも30から32、バレエ音楽百科ピアニッシも270から271、鈴木、ピアニッシも252から254、ニューヨークシティバレエ団遠隔の校を参照。音楽家としての教育を終了していたバランシンに、 とっては、お手のものであった。メンデルスゾーンの公共曲に振り付けた、スコッチシンフォニー、ブラームスのリートに振り付けた、愛の歌など。テーパー、ピアニッシモ、431から432、渡辺、P110 から111、鈴木、P90、運の、P128、鈴木、P90、運の、P128、クレインほか、P238、テーパー、 ピアニッシモも203から205ペーパー。ピアニッシ四も446から471。ありがとうございます。